コリーヌさん、はい、来年看護師国家試験を受けて受かってからの時のことを迷っています。病院で働きたい気持ちと他の仕事、自分に合った仕事をしたいという気持ちが半々です。自分でもどうしたらいいのかわからないので何か一言欲しいんです。やってみてから言ったら。そうだね、一回ね国家試験をね受けてね受かってから考えろ。そうだね、はい、続きます。頑張ってください試験。頑張ってね、うん、リンさん、友達を作るのが苦手です。神さんのように誰にでも友達になるにはどうしたらいいですか。どうしたらいいんですか。どうしたらいいんですか。とりあえず挨拶して素敵、なんだろう、笑えばいいと思うよ。じゃあここで初対面の人に挨拶をするカミュッチをやってもらおう。じゃあ、じゃあ秀樹さんが初対面の人ね、うん、でカミュッチがカミュッチね。あ、じゃあ私は壁やるんだ。なんで知り合ったの。2丁目のバーとかでいいじゃん。あ、わかった、わかった。隣に座ったっていう設定で、私はここに何かいる。オッケー、わかった。じゃあ入ってきました。チリチリ、よっこいしょういち。あ、じゃあいつものどうも、はじめまして。そっちから来るんだ。ちょっと待って、ちょっと待って。さあ、カミュッチが、カミュッチがこのブス。そっちから。カミュッチがどう話しかけるか聞きたいの。なんであんたが主張してんの。世話ないわ。そうか、そうよ。はい、もう一回仕切り直して。チリチリ。あ、じゃあチリチリってくるのがカミュッチの方がいいんじゃない。あ、そうじゃん、そうじゃん。わかった、わかる。チリンチリン。わかるよ。辛いことだらけ。あ、いつものください。あー、辛いことだらけだよね。わかるよ。辛いことあったんですか。そうなんですよ。もう聞いてくれます。聞く聞く、全然聞きますよ。もう、と飲みすぎて、飲みすぎて震えちゃって。いや、飲みました。やったー。すいません、飲みすぎて震えてるのはアル中なんで、病院を注げていただいた方がいいかと思うんですよ。モグタンさん、はい、私は女の人を好きなわけではないけど仲のいい友達に恋人になってほしいと思うことがあります。私はバイなのでしょうか。もう友達を友達で見れません。この女友達と果たしてセックスできるかどうかというところを想像してみた方がいいんじゃないですかね、うん、確かに、うんうん、それでちょっとんと思うんだったら本当に大事な友達だっていうところだと思うんだよね、うんうん、でもしかしてできちゃうかもと思ったら、まあ、その友達を襲うっていうのはちょっとあれなんで、うん、そうですね、レズビアンバーとかに行ってみていただいて、うんうんうん、ちょっと一回ね、そのちょめちょめしてみていただいて、うん、それから決めればいいんじゃないですかね。これだけだとちょっと倍かどうかっていうことは断定できないですよね、うんうん、恋愛対象っていうかその性的対象かどうかってことだもんね、うんうんうん、夕張メロンさん、はい、今転職活動中の女です、はい、仕事のやりがいとは何でしょうか。考えれば考えるほど分からなくなります。皆様のやりがいは何でしょうか。やりがいってさ、なんかさ人それぞれだと思うんだけどさ、お給料の人もいるじゃん、うんうんうん、お金がいいからここっていう人もいるじゃん、うん、例えば歌が好きだからダンスが好きだからうちはこれやってるじゃん、うん、あとは子供5時に帰れるからとかさ、うんうんうん、そういうのもあるじゃん、うん、やりたい仕事とやりがいのある仕事は別と思う。なんかやりたくない仕事 だったりとか決して子供の頃になりたかった職業じゃないっていうところに勤めててもやりがいというものは転がってるものだし日々、うんうんうん、例えばその定時に帰れるっていうのが、うん、すんごい今日仕事膨大にあるけど5時に帰れるように超仕事働くって言って働いて5時に帰れてすっごい今日頑張ったっていうのがやりがいにつながったりとかするじゃん、うんうんうん、だからやりがいとやりたいことっていうのは全く別だと思うんだよ。別だね。だから就職活動中なのでいろんな仕事見ると思うんだけれども、うん、分からないんだと考えれば考えるほど分からないんだから何がやりたいのかとかじゃなくってとりあえずインスピレーションでもう行けばいいと思う。それでその中でやりがいを見つけてみればいいと思います。うんうんうん、挑戦してみよう。そうしよう。パンダさんから、はい、神さんは歌うのかしら。とってもお声がいいので歌ってほしいです。ママ頑張って。
ママに来るの。なんでママ願望って意味が分かりますよ。次行きます。フランチャイムラブさんから、はい、欲が抑えられません。物欲、お金がなくなる。食欲、太る。睡眠欲、仕事中でも眠い。どうしたらいいですか。私は性欲が抑えられません。はい、死んでください。1ミルさんから、はい、ものすごく落ち込んだらどうやって元気になるか、どうしていらっしゃいますか。ルイカツよ、ルイカツ。リルリカさんから、はい、婚活アプリで出会った男性の方が8人中7人鼻毛が出てる人でした。お見合いとかもしてるんですが、結婚する気のない人、くちゃくちゃご飯を食べる人など好きになれそうな人に出会えません。どうしたら少しでもまともな人に出会えるでしょうか。アプリを変えてください。ランさん、はい、最近物忘れがひどいです。ソーラン節やったらその日のうちに筋肉痛。3日間も。まだ20代半ばです。今後の人生どうなるのでしょうか。死ぬのかな。うふふふ、助けてください。物忘れと筋肉痛じゃ死にません。あや太郎さん、はい、24時間好きな人のことが頭から離れません。辛くて辛くて、どうしたらいいですか。幸せじゃない。猫さん、人生にやる気がありません。縁側の皆さんはやる気を出すときどうしていますか。カーツ。サバ猫さん、夜寝つけなくて、朝毎日寝坊してしまいます。自律神経を整えるにはどうしたらいいでしょう。病院に相談してください。ちびまゆさん、価値観の違う人との上手な付き合い方を教えてください。価値観が違う人っていうかさ、自分以外のさ、全ての人は価値観が全く同じ人なんていないじゃん。いない、うん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 、価値観が違うっていうのはまず当たり前のことだと思った方がいいし、うんうんうん、自分の価値観が正しいと思わない方がいいと思う。でもこのちびまゆさんが自分が正しいと思ってるとは書いていないけれども、うんうん、やっぱ自分を基準にこの人の価値観ちょっと合わないわっていう風になっちゃうと、うん、上手な付き合い方はもうできないから、その人とは、うんうんうん、だからなんか、あ、世界が広がったなっていう感覚でいろんな人と接するのが一番いいんじゃないかなと思ってるけど、どんな人とも敬意よね。うん、ゆうこワンシックスさん、はい、やほこやほこ、今日はまんまと乗せられて見に来てしまいました。3人で来たのにみんなバラバラの席で寂しいです。慰めてください。 PS、 美味しい親子丼食べた。いいなぁ、美味しい親子丼食べたいな。食べたい。私気持ちわかるなぁ。私何をするかより誰とするか派だから。リーナさんから、先日9月2日に27になったのですが、今まで恋人がいたことがありません。そろそろ焦らないとですかね。いや別に焦らなくていいんじゃないですか。うん、全然27 の、 あのリーナさんよりもあの年齢が上の方でも恋人がいなくて人生を謳歌されてる方は5万といますから。いる、それな。そうなんですよ。で、年齢で恋人がいるいないとかは、うん、あの気にしなくていいと思いますよ。人それぞれ の、うん、あのタイミングとかがあるから。かなたさん、はい、上手な人間のなり方を。擬態？人間じゃないってことでしょ、この人。宇宙人じゃあこの人だからさ、闇に隠れての人だよ俺たちは妖怪人間だよ。人間になりたいってこと。そう、早く人間になりたい人よ。あら、はい、次行きますいい加減にしろ茶葉さん、はい、今度就職の面接があります。自信の持ち方アドバイスお願いします。自信ないよね、みんなね。なんだろうな、自信の持てるアドバイスってさ、申し訳ないけどやっぱできないよね。あの人それぞれ自信の持ち方って違うから、あと自分が自信を持てるポイントっていうのがそれぞれ違うじゃない。そうなんだよね。そう、だからなんかこうしたら絶対自信が持てるよっていうことは他人からアドバイスはできないんだよね。できないね、うん、だからその自分のどこがいいのかなっていうところを自分に聞くのが一番いいと思います。いいこと言うじゃん。いつもいいこと言ってんのよ。あらーつゆきさん、はい、キネマクラブでのワンマンおめでとうございます。私の悩みはすぐ人にイライラしてしまうことです。電車の中で、職場で、友人にも家族にも、イラッとしない方法で何か実施していることがあったらご教示ください。牛乳を飲んでください。